はい、プレイしていきたいと思います。7 days to die というわけでやっていきましょう。今日は温泉を完成させるか。よし、そうしましょう。温泉を作ろうのかい。コメントでね、縁にハーフブロックを乗せればいい感じになるのではという。それいい考えなので、これをハーフブロックで、ポンポンポンってやりましょう。やべえな、これ。煙出すぎだろ。最初、この、なんていうの？最初の頃、初期の頃に、このサプライのところに、拠点を作れば明るくなるというコメントあったけども、明るいのはいいけど、この煙さすがにうざいかもしれないね、ちょっとね。煙たい家になってしまう気がする。よし、これで、いい感じになるのでは？ああ、強化しちゃった。ダメです。え、一段階下がるのか、そうか。わあ、煙。しかもなんかこの黄色い煙さ、体に悪そうだよな。もうちょっと、白い湯気ぐらいが良かったけど。白い湯気にしたらサプライ感なくなっちゃうもんね。あら、どうすればなみなみなるんだ。なみなみにする技術必要かもしんね。ちょ、一回まずこっちで水を量産するか。そうしましょう。水量産の儀式をこっちで行って、これ取るか。水量産の儀式を行って、あ、これ、こうじゃない、こっちだ。水量産の儀式で、この縁に、あ、縁に巻いても意味ねえのか。これは困ったね。煙たいね。ちょっと煙消したい、一時的に。ちょっと違うんだよな。どうすればいいんだ？設置できて回収できるさ。ブロックって何がある？なおかつ、回収できねえや。なおかつ落ちないやつ。ヘイベル取ってくるか。落ちるけど。あ、そう、それともう一個思ったのがあって、これさ、前回落ちたじゃん。これさ、当たり判定ないのかなって思って。試さなかった。当たり判定あんじゃん。いや、当たり判定あるんだけど。もう一回チャレンジしてみません？何かの間違いだった可能性ない？当たり判定ないのかなって思ったわけよ。俺気になっちゃったわけよ。リベンジしてみよう、ちょっと。こっちの温泉で。どうするか。前回のを踏まえてどうするか。当たり判定あるならばよ。いけそうな気がするんよ。とりあえず1マス掘る。前回を踏まえて。まあ、これで、一通りはいるな。OK。で、フレームが、結構必要っていうことが分かった。なので、こうして、
ここだから、ここにトラック入ればいいから、もう一マスかな。ここでいいよね。で、どこに乗せるかっていうのが大事なのよ。どこに乗せるかっていう。どこに乗せよっか。つかさ、両方囲う必要ねえよな。いや、何が起きるかわからんから両方やっとくか。これ入る車、本当に。入らないかな。そういえばさ、前の前ぐらいのコメント、返し忘れてたのがあるわ。貞子のお友達？私が、前、追いかけ回された貞子のお友達？絶対最後にこうつくって言ったじゃん。かや子か、マツコか、マツコではないって言ってたけど、タケコでもないだろうし、梅子でもねえしとか言ってたじゃん。そう。こうつくと思ってたね、俺。何つくった今何つくった、ちょっと待って、俺今何言った、ちょっと待って、俺今何ボタン押した、俺 S ボタン押した気がするんだけど。ちょっと待って。俺 S ボタン作らんかった。カコンつったよね、今な。待って、俺大切な何かを失ってるの、大丈夫？ S ボタンってスクラップボタンなんだけど。大丈夫かな。でもあんなに2、3秒でスクラップするのなんてないような、さすがにな。大切なものせめて10秒ぐらいはかかるよな。あ、やべえ、どうしよう。あ、どうしよう、忘れちゃった。今の事故のせいで、かや子でもマツコでもねって言って、その後にさ、誰したって言おうと思ってたのに、誰のもの忘れちゃった。ちゃんと覚えてたのに、なんかスクラップしたかもしれん。忘れちゃった。助けて。あの子誰ですか。待って、俺が分かってる情報は最後に子がつかないっていう情報だけなんだが、そして絶対もう一つ分かる情報は、絶対に俺がたどり着けないっていうのも覚えてる。どう頑張ってどういう思考で考えてもたどり着けない名前だっていうのを覚えてんだよ。あ、これ無理だっていうのを思った記憶がある。記憶があるんだけども終わったわ。え、名前なんだっけ。絶対子がつかないからもう。あ、くそ。終わったわ。スクラップした気がするからめっちゃ不安だけど、それ以上にもうなんか貞子のお友達の名前忘れちゃったっていう。あんなに追いかけ回されたのにさ。もう最悪だよ。今日はここに乗せてみよう。じゃ、上からさ、ピンポイントチェックして。もう完璧だよな、俺な。完璧だよな。よしよしよし。え、待って、なんだっけ。コメント見れば一瞬でわかるんだけど、今俺が表示してるコメントは先にコメントを見ちまったっていうの。温泉の淵にみたいなのと、あと、きらめきさんが掘り当てたのというのと、初期ボックスのところに拠点作った面白いのではっていう、絶対見ちゃうよねっていう、それしか出てないのだわ。そのさらに下の下の下にぐらいあるのだわ。これ、高さが合わない。ちょっと待って、こっからだったらいけるか。よいしょ。よし。今
今日は乗りそうじゃない？今日乗りそうじゃない？今日乗りそうな気しない？ちょっとさ、いや、どうしよう、どうしよう、後悔しそうだな。いや、乗らなかった時のためにもう一回チャレンジするためにさ、下にハーフブロックしこうかななんてちょっと思ったわけよ。しこう、しこう、しこう、もしくはハーフブロックを敷いたことによってこのこいつの位置がおかしくなって乗る可能性があるじゃん。逆にハーフブロック敷いたことによって乗らない可能性もある？そん時はそん時だな。まずハーフブロックの上に乗れない可能性があるのは考えてなかったわ。もう乗れねえわ、乗れねえわ。ちょっと待って、ハーフブロックの上に乗れない可能性があるのは考えてなかった。チップ、これだ、逆です。これね。これぬかるみはまってんぞ。どれぐらいだ？ちょ、待て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 。ちちガリガリいってるけど大丈夫？位置大丈夫？いや、もうちょい右だな。もうちょい右だな。右にハンドル切って前に進んで、左にハンドル切って入って、あれちょっと待って、免許持ってないと困るんだよ。俺が車運転したら何回事故るかかったもんじゃねえ。 OK、 行くよ。完璧な位置だよね、俺ね。 OK、 完璧にボンネットに入るわ。行きます。ダメ、俺ダメ、俺完全にすっぽ抜けたわ、完全にすっぽ抜けたわ。え、ガコンつって言わんかった今。車検入れるのかな、この車。取り上げちゃった。もうダメだこりゃ。取り上げちゃったよ。完全に取り上げちゃったよ、トラック。もう、何してんだか。見てください、これ。この神々しいトラックの姿を。これトラック？あ、4×4 のトラックだって。見て、これはもう、煙入ってるよ、この。見て、これ。あ、でも、これ、いけそうじゃない？いけちゃうやつ。いけちゃったら、それはそれで面白くないのだが。上でさ、空回りしてる姿を見たいのだが、俺は。あ、でも俺いけちゃうね。前押し続けた、これのいけるな。ちょっと腑に落ちないな。なんでだ、なんでだ。犬来た、犬来た、犬来てる、犬来てる。うわ、犬に向かって突っ込んだ。やめやめやめろ、リロードしてる場合じゃなかった。痛い痛い痛い、感染した。リロードしてるばかりじゃなかった。まだ弾いっぱい入ってたのに。めっちゃ食われたやん。犬も温泉見たかったのかな。車乗り上げた姿見たかったのかな。
なんでかな。なんでかな。犬の声するんだかま。いた。完全にすり抜けてますよね。これは無理か。無理ということでいいか。じゃ無理だな。無理だ。帰ろう。帰ろう。はまっちった。四駆なんだから前輪でどうにかしろ。俺何を取りに帰ろうとしてたんだっけ。なんか取りに帰ろうってしてて、さらにその途中でもう一回うえーリベンジしようって思って、何なのこの四駆、今日四駆ハマりすぎやん。ちょだよこの四駆は空にしてから、もう空じゃないのか。頑張れ。四駆だろ。まあ、四駆でもさ、バンパーが地面にぶっ刺さったら無理だわな。これ四駆ひっくり返ったらどうなるんだろう。横にひっくり返してみよう。一回転すんのかね。あ、これもうダメだ。頑張れ、削れ、もっと。もう削っていくしかねえよ。もっと削れ。俺が削るわ。は？やばい、やばい、こっちに降ってくる。親方、空から四駆が降ってきた。散々だなこの四駆今日。ちょっと潰されてみたかったけど、潰される勇気がなかった今のは。親方、空から四駆が降ってきた。やべえわ今日は。四駆が大変な目にあった。こんなにこき使われた四駆初めてだろうな。セブンデイズ史上稀に見る四駆の使われ。ああ、ヘイベール作れるじゃん俺。四駆の使われ方だったね。なんか設置して回収できるブロックねえかな。ないよな。ヘベルぐらいしかないよな。200個あるな。よし。よし。帰るぞ。散々な四駆と共に帰るぞ。よいしょ。強そうなのにな、この四駆。さすがにあんなに穴開いてたら無理か。戦車じゃない限りあんな穴無理か。フェードアウトしていく四駆が。今日もういいですっつって。思いとどまった。さてヘベルを持ってきたぞ。一回水汲む？汲まれてる？汲まれてる？大丈夫？待って。俺水を飲もう。水ガブ飲み案件しよう。水ガブ飲み案件。湯船につかみながら水を。体は濡れてますって。寒いっつってんのか。見よこれ、水ガブ飲みやんけ。飲む62って書いてる。飲む70って書いてる。じゃ水に使って、これさ、俺さ1年分ぐらい飲んだらさ
セブンデイズやってる間、水飲まなくてよくなるのでは？死なない限り水飲まなくてよくなるのでは？天才か？天才か？天才か？飲み配信になってしまう。これ、無理だよ。俺今160秒って何分だよ。160秒って何分だよ。これじゃダメか。これじゃダメか。せめて沸かさないとダメだ。よし。やめよう。はい。やめます。おとなしくします。バケツは水が入っていない。よし、入りました。干し草ロールでこっちを埋めて、その上に水を張ったらどうなるかっていう話を。こぼれた。そして組めないっていう。よいしょ。これ大丈夫？周りが大変なことになってく。あ、周り滝、温泉のなんていうの、源泉流し、かけ流しっていうのがあるみたいな状態になっていく、このままだと。誰か水の扱い教えてほしいのだが、研究した人いないのかな。お前研究しようとして諦めたよね、確かね。お、タップタップなったぞ。ええや、なんか溢れ出てる感が出てるじゃん。いっそのことこっからさ、滝屋だけ。ええやん。その角邪魔や。はっ。何も。めっちゃ沸騰された。今日なんか変なのついてるな、これ。セブンデイズ。呪われてるかもしんない。それいい。見て、こっから温泉湧いてきてます感が半端ねえ。さて、ここで干し草を取ったらどうなるかだよ。おいおい、お、ダメか。ダメなのか、これ。これダメか。ダメなのか。俺は温泉を作りたい。いや、マジ誰か研究してくれ、水。研究した方の動画とかねえかな。それだったら俺見て勉強するわ。いけてるのだよ、これ。これいけてるけど、俺溺れちゃうな、この高さだと。泳いでんな、俺。泳いじゃってるよ、お風呂で。ヒューっつって。しかもさ、待って。俺これ、これ登れない。死ぬやつや、俺。セシカトラップができた。俺が出れなくなるトラップができた。え、これさ、これさ、PVP サーバーで作りて。スチールでこれ作ってさ、プレイヤーの湯船作る。いや、フレーム設置できるか出てくか、つまんねえな。ランドクレームブロックで、やったエリアは、ブロック設置できませんね。やんべえ、やんべえやん、それ。それやんべえやん。
プレイヤートラップ作りてマルチで。本当にこれ出れなくなるのかな。じゃあやってみるか。強制温泉。マルチやる予定がないからな、これ。ダメかな。ダメですね。やはり難しいのだな、水扱いが。謎なんよな。こんなに入れてんのにさ、溜まってる、溜まってねえんだよなって言おうとして下見たら溜まってたわ。だってここまでいけるのでは。いけるのでは。あれ、組んで、さあどうだ。あ、できた。そして出れない、そして出れない。やばい。ジャンプできないし。温泉できたわ。出れない温泉ができたわ。え、こっからも出れないの？やばない？え、こっからも出れないわ。今ゾンビ来た、俺死ぬな。これでも出れねえ。マジか。あ、マジか。じゃあこれで。あ、今ジャンプできた。え？なんだ？何の違いがあるんだ？こっちジャンプできない。なみなみのところはジャンプできない。ジャンプできない。あ、なんかいい感じの温泉になった、むしろ。お、ハーフブロックの上に波な。おお、なった。波なみなってたら、壊したら波なみキープできんのかって言おうとしたらさ、もういきなりこの状態になっちゃって、できないのかいっていうね、状態になりそうだったけども、できるのかできないのか、どっちなんだい。これできそうな雰囲気ある。これ出れないんだよな、俺な。いい温泉にするにはどうすればいいのか。あ、すっげえタプタプ。下ハーフブロックを買ってみよっか。スノコみたいな感じで。はあ、良いので。ジャンプはできないけど出れる。ちょ、これでいくか。これでいいや。ジャンプはできないけど出れる。お風呂でジャンプする人なんかいねえからな。一番正しいのかもしれない。
よし。あ、なんかいい感じの音声になったのだよ。でだよ、でだ。こっちから見て、この溢れ出る感じなんで、これをもしかして夜温泉作ってるで夜になっちゃったかもしんない。ちち、何これ、何これ。あ、これタブメニューかこれなんて書いてある。 T って書いてある。これホームフェイスは。ちょ、待って今、あれ、気のせいか。なんかゾンビが歩いてる音が聞こえた気がしたな。これどっち、違うな、これだな。こっちとこっちに設置して、こうして、ちょちょちょ、ケメ、こうして秘境の温泉作り。あ、これセンターじゃん。どれだ、これか。戻る、R ボタン。こういう感じでね。あ、やっべ、最高じゃん。なんかで、いいよ、だめ。おほほ。あれ、ちょっと、せっかく水こぼれてる、いい感じだったのに。水消えちゃったじゃん。水消えちゃったよ。ちょっと、もう一回やればいけそう。こぼれてる感は出ないのかな。無理か。どうにかできないか。ここを、なんか水が溢れ出てそうなブロックにしてみる。お、これいきそうじゃね。お、やっぱりダメだ、ダセーだ、ダセーわ、どう見てもダセーわ。まあ、こぼれましたみたいな雰囲気出てるから、いっか、こぼれましたみたいな雰囲気出てるからで、どうしよう、すのこ敷いて、あ、素晴らしい、すのこ敷いて、あ、おい、すのこ敷いたら水引いてったぞ。来んじゃダメ、こっから来んじゃダメ。
さすがにそこから食んじゃダメ。あ、すのこ敷いたから水がいい感じになってる逆に。あ、それがいい。これ浮いちゃうんだな。温泉湧いてきてる感ある。だったらこっちもこれこれかな。作り直すかこっちの角も。よし、コピーシェイプ。あれ、コピーシェイプがねえんだよ。あるじゃん。あります。イエス。ちょ、待って、待って。うふ。うふ。お、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 悪ない、悪ない。こっち水ないことになっちゃってるけど、でも絶対ある判定なんだよな本当は。見た目ないだけで本当はあるんだよなそれ。いっか。あ、水なくなっちゃった。キムキムキム。そうなんだよな、これこの絶妙な水がないように見える塩をやめてほしいよね。まあいっか。なんか見えるところが良くないね。見え方があんまりだな。横かな。強化してみるか。この感じがなんか雰囲気出てるな。まだすげえ温泉郷あったけ。あ、最高。なんか斧持ってるのよくなくね。ちょ、なんかちょ、なんか飲み物作ってくれ。飲み物、あったまりそうな飲み物、あったまりそうな飲み物を作ってくれ。あと、なんかあ、雰囲気出そうなものを家から探してくるか。家の倉庫を漁って。なるほど、乗ってる間は使用することができません。ああ、食いながら運転すんなってことね。分かった分かった。食いながらの運転危険だ。そうだね。よし、うちの家何かあったかな。電化製品な。電化製品はいらないかな。ロケランのパーツとかもいらないかな。ガラス良いのでは。床ジュース、コーヒー、お酒飲まないけど、まあビール持ってっか。
椅子？椅子？これいらないよね、これほら。近接武器。な、品質いいか持ち歩いてるけどさ。スナイパーとかもいらないかな。なんかない。あ、観葉植物いいやん、観葉植物。干し草いらないわ。シャワー必要だね、シャワー。シャワーがあるなら、そしたらちょっと風呂場作るか。バスタブって作れないのかな？バスタブって作れないのかな？ガラスが必要、ガラスが。ガラス俺作ったよね。たくさんガラス作ったよね。あれどこ行ったのかな？フェンスってなんかいい感じの雰囲気のフェンスってない？フェンスでいい感じのフェンスはある？ない。じゃあ、ギリギリこれかな。植物が必要。さっき植物いっぱいあったぞ。バケツこんなにいらないね。ひっこ。ひどい。ひどい。すんげえ腐るほどあったわ。鉢に7個作れました。木は生やさないよな。なんか作れねえのかな、家具っぽいの。です。あー、これいいな。あとなんかないかな。キャンドルも雰囲気出る。キャンドルも持ってく？ちょっと待って、シンクとトイレある。ってことは、これからバスタブできそうな雰囲気しない？いらないの一回置いていくべきだと思うな。これかな？ちょっと待って、こっちじゃない。こっちだ。電化製品こっちだ。ショットガンとかいらんだろ。メカニカルパーツが欲しいんだっけ？ただなんだっけ？もう一個なんか必要そうなのあったな。ちゃんと見なかった。シンクとトイレ。パイプね。パイパンも持ってないから作るかな。343は持ってる方ですね、これ。シンクとトイレ。これでバスタブできそうでは。他になんか良さそうなのない。キャンドル、ランタン、ランタンありかな。松明、窓枠。ランタンありな気がするよね、ランタン。ランタン、ヘッドライト、ダクトテープ、オイル。ヘッドライト、でもランタン明るすぎるからやめよっか。やめよう。明かりはいらないな、あそこに。ガス管だけでいいわ。よし、これでいきましょう。よいしょ。OK。さあ、行くぞ。キュイーン。うわっ！ひるひいちゃった。びっくりした。何も見えてなかった。キャンつった。心臓に悪いわ、それ。すんげえ悪いことした気分になるわ。自分から引いたのならいいけど。不意打ちで引くのはやめてほしい、ほんと。すんげえ悪いことした気分になる。よし。さて、何が作れるか見てねえわ。バスタブあるかどうかよ。
ない。トイレしかない。そしてシャワーヘッドがある。シンクとキャビネット穴開いとるんだが。シンクの穴ってどういうこと？シンク設置できるのか？トイレしかない。カウンターがある。なるほど。これさ、絶妙な高さだよね、それね。これ何か起きそうだよな、ゾンビに対して。いやでもコストやべえから無理だな。そして俺ガラス持ってくるの忘れてたわ。やばい、色やばくね。あ、びっくりした。地獄みたいに色すんのかと思った。これでよくね？温泉これでよくね？白い湯気の方がいいかな？この黄色いの煙やばいって。待って。これさ。あれも明るさがなくなるのか。明るさなくなんな。これ煙が欲しいわけじゃねえもんな。すんげえ黙々はしてるな。いやでも俺明るさが欲しいんだよね。明るさが欲しいんだよ。いやでも地上まで明るいのだよこれ。ちょっと実験するか、あっちで。あっちで実験するか。一回こっちにチェスト作ろう。多分着替え入れそうなチェストね。そういう体で、はい、こっちに着替え入れそうなチェストでちょいといらないものたちを詰め込んどいて、家のビール全部持ってきたな。一本でいいよね。よし。出た。今日何分やってる ?4 時だ。やべえ。温泉作るのに時間かけすぎたな。注意してください。拾うことできませんとか。そんなに許されんわ。これどのブロックに乗ってんの？4マスの穴開けないといけないやつかな、もしかして。2マスで良さそう。4マスだな。4マスなのだな、これ。そして俺これ4マスでは出てこれないぞ。ちょ待て。こうするか。よし。何マス折ればいいんだっけ。さっき何マスぐらい積んでた。わからんね。答えはわからんだよな。でもまあ持ってるのは30マスってことは30マス以下であることは確か。上からゾンビ降ってきた。俺は負けるぞ。AK の弾リロードされてるかだけチェックしとこうかな。今日の動画で悔やまれることは貞子の友達の名前を忘れたことだな。
せっかくごめん、燃料ない。せっかくコメントくれたのに、こうやって入れたら俺さ、まあ一回は3、4、5、6、7、8、9、10マスだね今のところ。10マス積んで考えてみるか。俺のトラックどこあるの？あっちか。10マス積んで考えてみよう。こっち側で積む、こっち側で。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ダメだな。めっちゃ黄色いわ。そしてだいぶずれるっていうことが判明してしまったからな。今ので絶望を感じたわ。だいぶずれるよな。こっちで埋めたら、こっちで埋めたら温泉ここら辺にできるってことだもんな。ここら辺？ダメじゃん。で、こっち落としたところで、煙こっち側からしか出てこねえっていう、こっち側から。温泉から煙を見る事態になっちゃう。それちょいと違うよな。でこっちの下掘ろうかなって思ったけど、そうじゃないか。まあいいや、本日はこれで終わりにしよう。え、この椅子なんだよこの椅子。まさかの形変えられなかったこの椅子。この椅子水没させとこう。水の中に座る椅子っていうことで、朝日が拝めました。あ、いい温泉、あったかそう、あったかそう。ここ、ああゴボゴボしとる。あったかそうではある。言ったんな、黄色いな。でもさ、これでいいよな、温泉。あれでいいよな。あれで終わっちゃうけど、あれでいいよな。多分あれの上にブロックを置いたらいい感じになるだろう。え、絶対それでいいじゃん。むしろそれがいいじゃん。あ、でもこれ水張ったら見えないか。水張ったら見えないから、絶妙にこの上にハーフブロックを置いて水張っていいぐらいかな。アクセントにこっちにやろうよ。よしよし。うぐつぐつしとるわ。めっちゃぐつぐつしとるわ。どれだっけ、ハーフプレートはハーフだけど、これだ。トラックが乗ってて気づかんかった。気のせいです。火が出てるのは気のせいです。まさかね、まさか温泉の床から火が出るなんてことがあるわけがないでしょ。
気のせいだって気のせい。気のせいだって気のせい。あったけー。あーすげえ湯気っぽい。というわけで本日これで終わりにしましょう。あ、飲み物の瓶。瓶なんだな。コップじゃないんだな。じゃあもういいや、これで。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。そろそろフェラルフォードかな。いつだろうね、フェラルフォードね。日付俺計算間違ってたのかな。まあまあまあ。あったかそうな雰囲気できたということで、この寒い時期に。あったね。プールだよ、プール。違う、温泉だよ。この波々として、水が溢れ出てっていう。こっからね、温泉湧き出してきて。あ、いいね。幸せだね、ここね。いいな。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。静止画でした。